お疲れちゃんです。ナルトです。そしてお疲れちゃんです。焼き鳥です。お疲れちゃんです。誰やねん。言ってないの入ってきたっていうことでですね、今回はですね、僕と焼き鳥でツーベースをやっていくんですけど、ちょっと隣にダニーパイセンもいてですね、ということで3人でやっていきます。で、先日の僕の動画で焼き鳥と 2v2 のオールゴブリンっていう動画を出したんですけど、それが結構強くてですねまたやりたいなと思い、今回はちょっとさっき横にちらっと流れたんですけど、オールスケルトンということで、こちらのですね、焼き鳥ももう僕と全く同じ出来です。でこれでやっていくんですけど、これで 2v2 で賞味勝てないですよね。体育一なんで体育、そう空もうガゴとかコウモリ来たら、コウモリなら付けられますけど、ガゴの処理もできないですし、あとはなんかそうゴブリンのカードの種類がこれ6枚ぐらいしかないんですよ。だから余ったところにスペルを入れれたんですけど、スケルトンの種類が多い異常に多い。さらにこれスケルトンラッシュもあるんで9枚もあるんですけど、そうスペルが入れられなかった、入れたいんですけど、そこは妥協はしないということでやっていきます。でで勝てないと思って、さすがにやばいと思ったんで行ってみたら、それ勝っちゃったんですよ。試しにしかもめっちゃいいしそうめっちゃ勝っちゃったんですよこれに。そうということで、ちょっとこのちょっとリプレイをですね、皆さんに見てもらいたい。本当に2倍なんですけどね。これ手札とか見せんでいいの？これね、これはい相手もで、レベルがマルチなんで多少は低いんですけど気にしないでください。でこの相手のプリンセスもですね、スペルがないんで、このバルーンをうまく使ってですね、爆破で処理していきます。でこのもうガゴもラバーの処理がもう自分の城でしかできないのでもうここは耐えてでラバーのパピーをちょっと釣ってあげるスケルトンで、優しいスケルトンで強スケバルーンが刺さるっていった形ですね。でスケルトンで防衛、どれもスケルトンなんですね。スケルトンで防衛、スケルトンしかいねえから難しいな。でここはもう1個取ったんで真ん中でね、で巨助とバルーンでもう一気に落としていくんですけど、フリーズで守られ、このガゴがもう処理できないですけど、もうこの逆サイへの釣りですねをうまくしつつ防衛でバルーンを刺していきます。なんでこれ守れてんの？よし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 。でさらにプリンセスも爆破で処理できて、でさらにスケルトン、でも守ってばっかだといずれ押されちゃうので、もうこっちも攻めるしかないのでスケルトンご利用しという感じでですね、結構うまくはまったよなそれ。本当にギリギリだったんですけど、勝つことができたということで、もう一回ですね行きたいなと思います。勝つしかねえ。よし行こう、頑張ろう。いやマジで普通に無理だけどね、普通になんかすごい人来たら無理。さてはこれ的に限ってめっちゃ強い相手来るからまずバルーン来たら終わりですからね、これマジで終わりだよ。墓石で釣るしかないもん。そもそも俺の方レベルめっちゃ低いしあげて、マジであげるよ。ボンバーあげるならラバーあげたいわ俺。迷惑よほんまに。低い、レベルが低い。もうボンバーだけ別レベル10やでマッチングが長い、これが長い、もうマジで長い。ワンちゃんこれで動画終わる説、バトルせずそろそろ時間なんでちょっともう今日はそれはやばい、マジでやばい。それは説ある？いや説ねえよ。あ来た、説ねえよ。しゃ来た、だってキング13じゃん。ダニーパイセンスナイプされた、マジでやばい。ちょっと待ってください、ダニーパイセンは今僕らの今横にいるんですよ。ちょっといけいけいけ、やばっ、真面目にやってくださいけどレベル高いし、ちょやばっ、なんでスナイプしてきたんですか？パイセンちゃっかりやな、ちゃっかりやわ。しかも誰ですかそのジャン肉みたいな。いや適当だよ。じゃ意味わかんない。密かなフレンドや何パイセン。やば。ちょ待って。いやある全然ある。おこれワン全然ある。いいよ。もうこれ勝つしかない。待ってマジで勝てるまである。えこれすごくねマルチノラやで。ノラやで。俺最近ケンツとも当たって。ああごめんなさい。まあそれあるんやな割と。すげえ。しかも隣おるで。よしよし、ま、全然ある。勝っちゃうよこれ。パイセン勝っちゃいますよ。ああ、メガコこれ。ちょっと待って。処理してこれ。あ、ごめん、体育ないや。体育ないやじゃないよ。ない、俺も。おお、それ。おっちゃおっちゃ。ああ、しゃあなしゃあな。よしよし。これどうする？やることないな。あ、もういっちゃう？いや、いっちゃうしかない。いっちゃうしかない。これ。もうメガゴとか来たらこのスケルトンに対応するからこのスケルトンでメガゴは処理できないんでスケルトンとか後ろから出してあげてターゲットを取るっていうのターゲ変更ね大事ですねこんなデッキになってくるとすっげえ大切ねスケルトンなんならそれで勝敗分かれてくる説あるからいやこれ意外と勝てるくね弱くね弱くねパイセン弱くねさてはパイセンフレンド弱くねパイセンフレンドのジャニックさん全然わからないまさかジャンニックとか言えたね読み方もわからないちょっとこれむずくねこっち行っちゃう俺こっち行っちゃういっぱい足しとくああ来た止めることのできるウィザードも無理これやばくね俺今日スケ受けするわオッケーオッケー後ろでボンバーでチクチクしてから。お待って落ちる。オッケースケートボードだスケートボードです。ああ仲良しかよ。ごちゃごちゃしすぎだ。溜まってるやん。ちょっとやめちょっとやばい。ちょっとマジやばい。左やばい。だってこれバル出せば爆破入る気をつけ出してどっか出してやばい守れグダ逆線守れバル逆線守れシャーやばスナイプを打ち返した敗戦のスナイプをやばすごっそんなことあるやばということですね。まさかのなんかまさかのすぎてね勝つのも思ってなかったもん負けると思ってたのに勝ちましたししかもマッチングするのもこの横にいる人とですねマッチングするっていうまさかの事態でした密かに狙ってるから本当にやばいということでですね今回の動画以上になります。はい、以上ですか。ね、以上ですか。終わりやもう。長引かせよう。はい、もういいの。終わり。もういいのね。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。